いいかな。じゃあ元気出していきましょう。じゃあこっち回りで最初にちょっとジャンプで。あ、そういうね。3、2、3、1、2、0、3、1、0。田中の左足、左足の方ですよ。ボールを回せる。マーカー踏んでいく。おい。こういうので稼いでいかないと。はい。ほら、帰った。しかも3対3対で。3対で、3対で。3対で。イエス！アウト、絶対アウト。アウト。OK、3、3、3。3、2、はい。いいよ。はい、どうも。なんで笑ってんすか。
疲れさーん。いや、全然急に声でかと思ったけど、なんで やめてよ、聞こえる声でいじってよ。こそこそこそ。キャンプどうですか？まあ初日からいい感じに入れてます。昨日練習試合は、まあ初ゴールってことでしたけども、充実感とか感じてますか？そうですね、ここに来て初めてゴール決めたのですごい嬉しかったです。2年目ですけど、新加入選手も入ってきて、そういった心境の変化はありますか？やっぱり、まあ、いろんな選手が入ってきてすごく刺激になっているので、まあ、自分にとっても今年は大事な年なので頑張っていきたいです。じゃ残り半分意気込みお願いします。もっともっと自分の特徴を生かしてどんどんアピールしていきたいです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですかキャンプここまで？昨日試合あって結構疲労溜まってるんで、今日午後のフリーでしっかりケアしていきたいと思います。仲良くなった人います？ケントです。ケント、今までいた選手とかは？もう本当に1試合も落とせない人です。まだこれから、はい、これから徐々にお世話していってもらえればと思ってます。後半に向けて一言意気込みを。これからもっときつくなっていくと思うので、体調とかしっかり整えて挑んでいきたいと思います。お疲れ様で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 す。これまでキャンプどうですか？楽しくやれてます。昨日の練習試合は初めての練習試合ですけど、どうでしたか？そうですね、やっぱまあ結構難しかったです。なんか収穫は？その中でも収穫はあんまり今なかったですね。じゃあ残りの半分意気込みをお願いします。まあ、自分の良さをたくさん出して、まあ、やっぱ思いっきりプレーして、少しでも多く収穫を得られるように頑張りたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。小学生みたいに聞いてる。